ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。坂本ゆきさんからのコメントです。パート6でいただいたコメントです。僕もやってます。容量の問題なのか、新要素入れたためなのか、無印にあったものがないのが少し残念。ポルクがフィールド上についてこないとか、 ETC その他もろもろ残念でやんすというコメントいただきました。そうか、全然気づかなかったな。そういえばポルクついてきてたよな。確かに、もう、なんか、マップ右下って言えばいいのかな？この画面右下に表示されてるだけでしたね。ポルクが仲間になった時。確かにそうなんだね。結構自分気づいてないところが多いと思うんで、コメントでこうやって突っ込んでもらえるとすごい助かります。ありがとうございました。さあじゃあ、続きやっていきましょう。ヴィーナスの涙を無事確保できて、ゲルダの元に帰ってきたところです。さあ行きましょう。ほれ、ヴィーナスの涙、確かに持ってきたぜ。この美しさ、どうやら本物のヴィーナスの涙みたいだね。さすがはヤンガスってところか。さあ、約束通り、あの馬と馬車を返してもらうぜ。私がした約束は、確かヴィーナスの涙を持ってきたら馬を返すのを考えるってことだったね。じゃあ今考えた。やっぱりあの馬は返せないね。この石ころはあんたたちに返すよ。約束が違うぞ。女盗賊ゲルダともあろうものが、そんなガキみたいな理屈言うなよ。約束ね。そういえばあんた、以前私にこの宝石をくれるって約束してなかったかい？何を今さら、そんな大昔の話を。自分だって約束破っといてよく言うよ。とにかく私はあの馬を手放す気はないからね。お前の言う通り、あの時の約束を破ったのは悪かった。お前が俺に腹を立てるのも無理はねえ。でも今回のことは俺一人の問題じゃねえんだ。仲間のためにも引くわけにはいかねえ。この通りだ。俺はどうなってもいいから、頼むからあの馬を返してくれ。分かったからもうやめな。大の男が簡単に頭なんか下げるもんじゃないよ。それじゃあ、顔でかいな。あんたを困らせてやろうと思ってたけど、バカバカしくなってきたよ。あの馬のことは好きにすればいいさ。でもその代わり、ヴィーナスの涙はやっぱりもらっておくよ。それが約束だったんだからね。ヴィーナスの涙、ゲルダさんの顔より大きいんじゃねえのこれ。すごいな。ああ、もちろんだ。ありがとう、ゲルダ。それと、本当にすまなかった。たく、鬱陶しいね。これでもう用は済んだろう。どこへなりと行っちまいな。うん。まあ、これは、あくまで持論なんですけど、また持論展開していって申し訳ないんですけど、まあ、山賊とか、海賊とか、まあ、描かれてる、ストーリーの話で申し訳ないけど、やっぱり義理がたい人が多いよね。そういう族の人たちっていうのは、義とかさ、そういうのすごい大事にするから、自分としてはかっこいいなっていうね、思うんだよね。仲間のために頭を下げるんだもん、ヤンガスって。やっぱかっこいいよな。よかったよかった。おひなさん、ブルルとか言うのやめましょうよ。ゲルダ様から前もって馬を返す準備をしとけって言われてたのさ。なんだかんだ言って、ゲルダ様、あんたらがヴィーナスの涙を持ってくるって信じてたみたいだな。姫や、怖い思いをさせてすまんかったの。これからはいつでもわしが一緒にいてやるからな。もうお前を残して酒場に飲みに行ったりはしないと約束するぞ。おっさん、いつの間に。お、3回目。さて、こっちはいつでも出発できるぞ。次はどこを目指すのじゃ。
そういや、いい加減留守にしてた情報屋の旦那が帰ってきてもいい頃だな。おっさん、とりあえずもう一度パルミドへ戻ろうぜ。どこへ向かうにしてもドルマゲスの野郎の行き先を知らなきゃ話になんねえだろう。うん、できればあの町には二度と近づきたくないんじゃが。いい背筋してんな。さあ、この時点でゲルダは仲間にできなかったか。ちょっとタイミングがわからないですな。もうちょっと先の話なのかもしれませんね。そうだよね、ククール仲間になったばっかだもんな。中盤以降の話になってくるんでしょうな、多分。どこで手を取ることになるのか。もしかしたら新ミッションみたいなやつがあるかもしれませんね。ゲルダと一緒に何かを取りに行くみたいな、その流れで仲間になるのかもしれないと予想。とりあえずジェシカ生き返らせますね。前回ヤンガスでフィールド歩いてたんで、今回はジェシカで。おお、お金すげえ貯まってる。そっか、1000ゴールドとか入手したからな、あのダンジョン内で。ちゃんと戦闘に持ってきてたんですよね。踊り子の服ってちょっと、いろんなその、イラストレーターさんの人によって書き方が異なるけど、でもみんな共通するのはこのスカートみたいなやつなんだよね。絶対スカートなんだよね、踊り子さんってね。まあ確かにズボンは変か。確かに変だよな。そうか。なんで踊り子さんは露出高いんだろうな。さあ、情報屋。お久しぶりでガス旦那。やっと帰ってきたんでガスね。自分の思ってる情報屋とは全然違う風貌の人が座ってんな。おや、ヤンガス君じゃないですか。留守の間に来てたんですか。それは悪いことをしました。もう学者にしか見えないよな。でもわざわざもう一度訪ねてきたってことは、何か私に聞きたいことがあるんですね。そういうことですね。さすが旦那は話が早いや。実は今ドルマゲスっていう道化師の格好をした男を追ってるんだ。ところがこいつ逃げ足だけは早くて見失っちまってね。なんとかならねえもんですかね。道化師姿の男の話なら聞いてますよ。なんでもマイエラ修道院の院長を殺害した犯人だとか。おっしゃる通り。私が得た情報では、そのドルマゲスはなんと海の上を歩いて渡り、西の大陸の方へ向かったそうですよ。西の大陸？もうちょっと詳しく分かんねえでですかい？ちょっと広すぎるよね、範囲がね。アフリカ大陸のどっかって言ってるようなもんだもんな、これじゃん。残念ながらそこまでは力及ばず申し訳ありません。まあ旦那に分かんねえならこれ以上知りようはねえでガスがね。とにちょっとお待ちなさい。行動が早いのは結構ですが、どうやって西の大陸へ渡る気ですか？え？このところ海の魔物が凶暴化してるため、この大陸やトロデエン国の大陸からは西の大陸への定期船は出てませんよ。自分の船でも持っていれば話は別ですが、君船なんて持ってないでしょ。どうやって西の大陸へ渡る気ですか？それはそんなことこれっぽっちも考えてなかったでガス。やれやれ、困った人だ。さてそんな君のために一つ耳寄りな情報を教えてあげましょう。本当にこの情報屋さんに会ってよかったな。港町ポルトリンクから崖伝いに西へ進むと、そこに広がる荒野に打ち捨てられた古い船があるそうです。出ました、これ。どうしてそんな水もない場所に船があるのかは分かりませんが、噂ではそれは古代の魔法船だとか。もしその船を復活させることができたら、きっと世界中の海を自由に渡ることができるのでしょうね。もうなんかこの、例
たった2行くらいの文章ね、すんごいワクワクするよな。魔法船とか、海を渡ることができるとか、復活させるとか。そうそう、ポルトリンクの西といえば、少し前まで崖崩れで進めなかったのが、最近ようやく道が開通したそうですよ。ほほー、いやありがたい話。いやワクワクすんな、ほんと男子こういうの好きだもんな。ワクワクすっぞ、ほんとに素晴らしい情報を聞けましたね。じゃあポルトリンク西、多分まずは船を見に行くのが筋でしょうな。どんな状況なのかっていう。ああ、ここか。はい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 。え、もう10分も経ったのか。早いな。ああ、思い出してきたわ。すっげえ綺麗な船がね、打ち捨てられてるんですよね。本当にどうやって、やっぱりあれなのかな。地盤が、せり上がってきて、って感じなのかな。もともとは海だったってことですね。噴火による、地底火山の噴火による、土地の隆起、かなぁ。おぉ、爆弾は早え、かわせねえ。強そうだな。2体か。こいつ爆発してくんのかな。ヒャダルコ、カブト割り、攻撃、バギーの方がいいのかな。メガンテ撃ってくるかどうかですね。あ、ヒャダルコでも大して入んないか。あ、槍のまんまだ。うわ、勝て。ハードだな。攻撃、カブト割り、攻撃、攻撃で。出た。攻撃力がさほどでもない。もうこれは武器防具も限界が来てるな。おお、爆弾岩が割れるのかっこいいな。お、ゼシカ18。あと1で倍切るとですね。本当はもう、マイエラ修道院にいるとこでそこまで上げたかったんだけどね。さあ、スキルポイント。全然割り振ってないあたり。動画としてはすごい残念な感じだけどね。やっぱ技見たいもんね、みんなね。おー、なんか。まあ、近い未来。近い未来、必ずスキルポイントは振らなきゃいけなくなるから、安心してください。大丈夫。泥人形ですね。あとなんか土の子みたいなやつ。窓ハンドか。なるほどね。多分、十字キー固定とかで窓ハンドを永遠に狩るとかできると思う。あぶね。早めにイオ打って。早めにイオ。いやー、あ、オッケー。ヤンガスならいい。イオ早め。ありがとう。うーし、オッケー。あとは主人公。ブーメランで終わりでしょう。まさか雑魚戦にまでタメルを使うことになるとは。って、今正直思ってる。に、全然割に合わねえんだよな、経験値とゴールドが。そばに行かないようにしましょうね、爆弾岩は。早いから逃げきれん。あ、これ降りたけど、降りる必要なかったのか。ひひひ、これは逃げたい。よし、逃げた。ナイス。本当はね、もう終わりたい時間帯なんだけど、さすがに、船見るところまでは行きたいよね。これ、パート18かな？多分8か9なんですけど、あ、なんかありますね、建物。じゃあ、ここで終わるかな？あ、宿屋。かな？あ、宿屋付きの、新風町の完璧、完璧なところ、泊まります。じゃあ、いっか、ここで終わろうか。あれ？また錬金釜を修正してる。さらなる錬金釜のアップグレードがあるかもしれません。これ18でしょ？パート18、初見の時のパート18とかまだ全然こんなとこまで来てなかったと思うんで、やっぱり初見と初見じゃないのって違うんだな。と、しみじみ思っています。はい。では今回はここまでにいたしましょう。
それでは、古本ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。